こんにちは、ケイドラです。今日は次の重心化予想をやっていこうと思います。先週アレキサンドライトを予想したんですけども、コメント欄にて結構こういうコメントがありました。フラパ前は性能が微妙なキャラが多いから、まだ重心化来ないでほしい、アレキサンドライトはフラパ級で来てほしいとか、まあそういうコメントが多かったので、なんか毎年6月は微妙なキャラが多いっぽいんですよね。もちろん中には当たりもいるんですけども、去年のモンストフリークの前だとカメハメハとかナタとかいましたね。フラパ前の9月だとポセイドンだったりブリュンヒルデとかもいました。まあフラパで一気にドンってね、性能が上がるキャラが多いので、まあ、人気のキャラは来ないでほしいっていう意見が多かったです。なので今回はそこまで人気がなさそうなキャラを予想してきました。ちょっとキャラに失礼ですけどね。見ていきましょう。まず振り返りなんですけども、今月はネフティス、ドロシー、インドラの順番で来ました。水、光、木ですね。なので残り火と闇が残ってるんですけど、今月結構順番バラバラに来てるんですよね。一番古い属性で言うと火なんですけども、闇が来る可能性も全然ありますね。で、スケジュールを見てたんですけども、来週の火曜日12時からエリュシオンが降臨します。エリュシオンに関してはマインスイーパーかつ減速壁、そして反射のキャラが有利でございます。これも踏まえて適正キャラ予想していこうかなと思います。で、一応夜なんですけども、ケセドも降臨します。ケセドに関してはワープの貫通キャラが有利でしたね。これはちょっとフェイクの可能性もあるんですけども、一応予想しようかなと思います。まず火属性ですね。ケセドのギミックのアンチワープ、そして貫通のキャラから予想していきます。で、今回人気がそこまでなさそうなキャラをね、予想していくんで、こちらのアリナが来るんじゃないかなと思いました。進化に関しては、最初出た当初は、エスカトロジーの適正だったんですけども、まあ、今は使ってる方はほぼいないかなと思います。まあ、重心化するなら多分貫通になるんじゃないかなと思ってるんですけども、飛行アンチ重力バリア、アジンキラー M、ゲージで超アンチワープ、SS タンチャージとか持ってきそうですね。進化が中距離拡散弾9持ってるんで、超強中距離拡散弾9に変わりまして、神化の大爆発が超絶爆発に変わるんじゃないかなと思ってます。SS が自強化プラスブロック無効化とかで、結構汎用性が高いキャラになるんじゃないかなと思いました。なんかこれぐらいだったら全然ありえそうな気がするんで、ケセドの適正枠として出すんじゃないかなと思いました。こちらが火属性の予想ですね。次、闇属性見ていきましょう。エリュシオンからの逆算で予想していきますと、今回は、一騎が来るんじゃないかなと思いました。一級で言うと進化のね、このパワー型コピーの印象が強いと思うんですけども、主にこっちベースで来るんじゃないかなと思ってます。性能予想すると、マインスイーパー EL、光属性耐性、神化の友情コンボ ×2 をもらう。そしてゲージでアンチ減速壁ですね。で、友情コンボがコピープラス超強拡大爆破弾と思いました。友情コンボ ×2 のコピーですよ。これは結構話題になるんじゃないかなと思います。で、SS なんですけども、反射変化を4ターンから打てるようにすると、結構使いやすいんじゃないかなと思いました。4プラス16とかですね。ガイドも持ってるんで、エリシュンには持ってこいなんじゃないかなと思います。まあ、コピーに関してはパワー型関係なく強いので、友情コンボ ×2 によって2回出すことはね、かなり強いんじゃないかなと思いました。そんな感じで今回の第1予想を一級にしようかなと思います。で、第2予想をアリナにします。この読みが当たっていればどっちか来ると思うんで、ぜひとも当てたいですね。はい。よかったらね、皆さんの予想も教えてください。では小ネタ一つ目いきましょう。18日からの新イベントに関してなんですけども、もしかしたらアルファが来る可能性がありますよというお話です。18日から新イベント来ることはほぼ確定だと思ってるんですよ。なぜかっていうと、今開催してるガチャが18日まで、そして劇中震災も18日まで開催となっております。まあそれと入れ替わるようにね、基本的に新イベントが来るんですけども、今年の4月1日と発表方法がちょっと似てる感じがするんですよね。思い出してほしいんですけども、今年の4月1日にモンスニュースがありました。で、そこでね、モーツァルトアルファとかの性能発表されて、次の日から速攻実装されたんですよね。考える暇を与えないかのように来たんですよ。で、今回もそれに近いんじゃないかなと思ってるんですけど、いろいろ根拠を話していこうかなと思います。18日金曜日に超絶回、除火回が来ますね。なのでおそらくコラボではないかなと思います。コラボの時にこんな風に被せることはなかったので、まあ運営さんもね、基本的にはコラボに専念してほしいから降臨させないと思うんですよ。ただアルファだったらモンス内の期間限定キャラなので、別に被せても全然問題ないと思いますし、最近基本的に新イベントはお昼の12時から始まりまして、速攻究極キャラが降臨しますよね。で、次の日のまた12時からも新キャラクターの降臨とかしまして、で、最終の激究極はおそらく日曜日なんですけども、19時から10時の間ですね。がっつりスケジュール空いてるんで、ここに来るかなと思います。金土日で降臨キャラが降臨しまして、まあ、ガチャに関しては18日の金曜日から速攻開催されるんじゃないかなと思ってます。で、毎年この時期のことを思い出してほしいんですけども、
期間限定のイベントが多いんですよ。去年だとモンスの映画ルシファーのガチャが来ました。その前の年はプロメアコラボが来ました。でモンスの売り上げのことを考えた時に6月の集金ポイントが今現状ないんですよ。いつも通り新イベント開催しました。劇場審査開催しました。新キャラいませんでした。可能性としてここにあるのは属性限定を出すことなんですけども、まあそれも来ない可能性もあるし、月末の超獣神祭も今月はね新キャラ出ないんで、そうなった時に6月の売り上げがもうめちゃめちゃ落ちるんですよね。多分ねしっかり集金してくると思うんで、このタイミングでアルファを出すんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ企業としてはね毎月しっかり売り上げを上げないといけないんで、多分ねモンストの運営の方が一番分かってると思うんですけども、工場キャラ出してもねそこまでやっぱ売れないんですよね。コラボだったりアルファじゃないと売り上げがねドカンと上がらないんで、本来だったら選手のモンストニュースでガチャキャラ発表するタイミングだったんですけども、あえてギリギリまで置いているのはアルファガチャのフラグなんじゃないかなっていうふうに思いました。あくまで可能性の話なので、普通に新イベ開催することも全然あるんですけども、フラパ前は基本的に誘惑のガチャが多いんで、ちょっと皆さん注意してほしいなっていうふうに思ってます。来なかったら来なかったで全然いいんですけどね。先週新イベントキャラが発表されなかったことに少し違和感を感じてます。小ネタ2つ目いきましょう。フラパ前に超究極が来るんじゃないかなというお話です。去年の6月20日に新イシスが降臨したんですけども、周期的には今年もねちょっと近いんですよね。前回の新ベリアルが4月30日、前々回の新浦島が2月10日に来ております。まあ、この調子だと6月30日とかに来る可能性があるんですけども、もし来ないんだったら7月の30日あたりが怪しいかなと思います。ちょっとね、3ヶ月空くんですけども、まあ、フラパ後に基本的にコラボ来ると思うんで、コラボのタイミングとはちょっとずらすかなと思っています。もちろんね、フラパ前に来ない可能性もあるんですけども、一番怪しいのは6月30日かなと思っています。6月30日の9時から、もしスケジュールががっつり空いてたらね、超究極確定だと思います。小ネタ3つ目いきましょう。リアルタイムワールドが終了しました。皆さんはどうでしたかっていうところを聞きたいですね。一応僕昨日ね、1万ポイントしかなかったんで2万ポイントを貯め直して全部報酬もらったんですけども、まあなかなか大変でしたね。時間かかりましたね。まあ僕が周回したクエストは闇属性のクエストなんですけども、雑魚戦で味方キャラをね2体以上上に配置しておくと、ボス戦入ったら一瞬でねワンパンできるんで、一番早くて30秒とかで倒せるんですけど、それをね一人で携帯3つ触ってやってたんで、ちょっと大変だったんですけども、これソロだったらもう何十倍も時間かかると思うんで、多分最後までやってなかったですね。ちょっとマルチが優遇すぎたのと、どうしてもやっぱりやる気が起きなかったので、まあ期間限定イベントで今回出てるんですけども、まあ今後実装されるかどうかはちょっと微妙なラインかなと思いました。まあツイッターとかでもね、リアルタイムワールドでエゴサーチすると、酷評だったんですけど、皆さんどう思ったのか感想をぜひコメント欄にてよろしくお願いします。はい。そんな感じで小ネタ3つも終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。それでは、バイバイ。